鹿沼ほうきの特徴はハマグリ型なんですけど、より丈夫にしようと思って生まれた技法なんですね。で、そのより細かく編むことによって丈夫なほうきになるんです。で、丈夫なだけではなくて美しく仕上げたというのも特徴です。で、より丈夫で見た目も美しくて長持ちする、50年持つと言われてます。私が手にしている時よりもお客様の方が、使う方の方が長く付き合うことになるんです。なので作る時に手を抜かないのは当たり前なんですけど、どうしたら長くその人のそばで役に立てるほうきになるかということを考えながら作ってます。